皆さんこんにちは、クリッパのアンナです。大人のヘルシーメイクを紹介したいと思ってます。まずファンデーションから始めます。ファンデーションを手で塗ります。なぜかというと一番自然に塗れる方法だと思ってます。今度このまつげとまつげの間ブラウンで塗ってきます。アイシャドウのベースを塗ります。ゴールド色にします。ナルスのちょっとピンク系とゴールドのアイシャドウを使って塗ります。目の下の部分をグリーン色を塗ります。またナルスです。こんな感じで塗ります。今日のメイクのポイントの一つとしてはこの小田久美さんのつけまつげです。最後はリップです。またナルスの1001 バングの口紅で色つきます。色つけてからこのペンシルでツヤを出します。こんな感じで完成です。